入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。マナビズムの山翔です。マナビズムの江戸です。どうもこんにちは。こんにちは。今回の動画になります。はい。今年から難関私大専門塾と名前を変えたことで、総計上智などにも対応できるカリキュラムを作成されたそうですが、本当に対応可能なのでしょうか。また今でもカンカン同率志望の人しか集まっていない傾向などは見られますか、という質問になりますけれども、まあカリキュラムね、総計上智に向けて今年難関私大に変えたわけなんですけれども、対応可能なのでしょうかっていうねことなんですけど、はい、対応可能じゃなかったら変えてませんからね。確かにな。確かに嘘ですもんね。確かに嘘つきじゃないですからね。はい、そうですね。はい、というところで、まあどういうふうに答えていきましょう。まあ可能なんですけども、うん、まあ、具体的にっていうところですかね。これライブ配信、3月やったライブ配信にもこれ聞かれたんやけど、そうですね、その大学ごとに専門的なそのあれがあるんですかみたいな聞かれたんやけど、まあ、どういうふうに変わったかというと、はいはいはい、その前年度 のカンカン通り専門塾の時から説明すると、うん、カンカン通り専門塾の時はその夏ぐらいまで言ったら基礎をあとみっちり詰め込むみたいな、うん、時期 で、それは別にどこの関西大学、関西学院どうしたり詰めどこ目指すにしても、どう目指すにしても夏までにこれだけのことをやろうと用意どんで、まあ、始めたところから、うん、どのタイミングから始めるかによって、まあ、進んでいくっていう感じなんですけど、でそれが終わってから関西大学やったら関西大学志望の、関学やったら関学志望の、どうしたらどうしたらっていうふうに分かれていったわけですけど、今年はどういうふうに変わったかというと、この垣根っていうか、その今までさ、うん、そのライブがすごいメインやったけど、今年反転メインになったやん。授業がですね。そう、はいはいはい、でライブメインやったら、その前期の、3月から8月まで、うん、で9月から1月までっていうので、もう9月から用意どんやったわけよ。うんうんうん、でも中にはその9月からその演習系というかその過去問系等の問題ができひん子も中にはいるし、その中でももっとできる子はもっと早い段階でそこに入ってもいい子がいたじゃないかと、うんうんうん、俺はそれを2年前ぐらいに言ってたんですよ、うんうん、いやその歩みを止めさせたくないと、うん、この爆速でいけるんだったら爆速でそのまま行かせたいと、うん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 、って言ってたわけですよ、うん、それそのためにどうしたらいいかなと思って、うん、そのためにはその俺ら その都合、授業の都合、うん、ライブ授業 の都合で、うん、そのブレーキをかけさせるのをやめなあかんねやったら、うん、週に何個、自分が例えば週に7個進めるんやったら7個進める形で、週に1個しか進まらへんのやったら週に1個、うん、それでも早い、2週間に1個っていうことやったら2週間に1のペースで進めるようにしたらいいじゃないかと、うん、そのためにその映像と反転授業っていうのがメインになっていくっていう形なんですけど、うんうん、中学レベル、基礎レベル、標準レベル、うん、難関レベル、最難関レベルっていうふうに分かれてるね、うんうん、で、まあ、例えば英語ですよ、英語、うん、まあ、その科目にもよるんですけど、うん、その英語で、まあ、じゃあ入塾テスト最初にやります、うん、でこれはもう入れるか入られへんかとかじゃなくて、ではなくてね、中学レベルから始めるか基礎レベルから始めるからね、うんうんうん、で、まあ、やったら大体8割9割ぐらいの子は中学レベルから始めるべきだっていうところから始まるんですよね、うん、浪人生3月いっぱい来ましたけど、うんうん、浪人生にそのテストやってもらっても半分ぐらいは中学レベルからやりましょうっていうような診断が下るようなテストなんですよ、うんうんうん、診断が下るようなってほんま中学レベルでマジで、うん、でもできてないから、うん、中学レベル8割以上なかったら、基礎から始める、うんうん、で、じゃあ中学終わりました、基礎終わりました、ここまでは一本道なんですよね、うん、一本道ですね、一本道なんですよ。ただ標準レベルになって、まあ、こう標準レベルちゃんとできたら三金交流ニットコマ線とかちゃんといけるレベルやねんけど、うん、ここまで行ったら例えばそのレベル志望の子は横展開でずっとそのレベルの問題の演習していくっていうような感じなんですよ、うんうんうん、だからバッバーって、うん、続いていくね、うん、でそれが例えばカンカン同率マーチレベルやったら難関レベルなわけですよ、より1個上に、ね、より1個上に、うん、じゃあ中学基礎
標準ある程度まで終わったら難関いける、まあ、ここの一個一個に壁があるみたいな感じなんですね、うん、単語何個覚えとかなあかんとか合格してですね、そう単語の合格とか、うん、その基礎レベルやったら基礎レベルちゃんとできてるかのテストがあって、うん、上がれたら上行ける、うんうん、上がられへんかったら一生これちゃんと復習してできるようにするみたいな、うんうんで、それあと一緒ですよ。もう難関まで行ったらカンカン同率マーチレベルやったらカンカン同率マーチの各問系の演習 の, も、授業をブワー横にやっていく、うんうん、でそれが、次最難関やったら総計上智のやつをブワー 横展開でやっていく、うん、っていうような形です、うんうん、階段っていうかねこう自分にの進めるスピードでも爆速でいくか爆速でいくって感じですよね。そうなんです、うん、で、うん、そこにこうマイルストーンがバーって置いてあって、うんうん、そこを1週間で行く子がいれば2週間で1ヶ月かかる子もいればっていうような形ですね、うんうん、はい、だから総計上智まで行くんだったら、うん、総計上智のこと考えるんだったらやっぱり、うん、めちゃめちゃできるでっていう子はちょっと遅くなってもいいけど、うん、大体の子がそうじゃないから入塾テストみたいな、やっぱりそうですね、うん、早めに入ってもらって、うん、できないながらも前に進む、うん、できないんだったら進めないっていうね、うんうん、それにしたことによってさ、その今までさ、うん、そのやっぱもう今までのちょっと申し訳ない、今までも結果出てたけど、うん、いや申し訳ないなと思って、今年のカリキュラムというか今年のやり方を見たら、まあそうそうね、うんうん、これまでどんだけめっちゃ親身になってやったつもりやけど、うん、どんだけできてないまま前に進ませてしまっていたのかという、ほんまそれはある、それはほんまに感じる、ほんま思うな、これ、うんうん、今年のやつはほんまにあります、悪いとこっていう、もう絶対全員いけるやんっていう状態ですもんね、うん、っていうぐらい自信、対峙せなあかんから自分と、例えば自尊心がすごく高いのに、うん、俺できるしみたいな思ってるのに、うん、あがって言われ続けたら、うん、うっていう風に潰れていってしまう可能性があるから、うん、そこはその自分と対峙する、もうしっかりできない自分と対峙する、自尊心が高いのはいいし、うん、自信を持ってるのはいいねんけど、うん、ちゃんとできない自分を認めれる力がないと、うん、ほんまにできてないこと浮き彫りになりまくるから、まあ、それは確かにそうですね。だからそこ の, そのメンタル的なケアはすごく、うん、こっちで大切にせなあかんねって言ってる課題の一つだよね、うんうんうん、だからそういうところで、どういう質問やったっけ、対応は余裕で可能で、ただこの後の質問ですよね、はい、今でもカンカン同率志望の人がしか集まってない傾向、これありますね、うん、やっぱりまだそのカンカン同率っていう専門っていう名前を消せてない部分もあって、うんねうん、どうしても浪人生集めても現役生の子もカンカン同率を第一志望にしてくる子がやっぱり多いですね、うん、多いですね、まだね、これもしかしたら難関次第専門塾って元から言ってどうしてもカンカン同率の子が集まるのかもしれないですけど、うんうんうん、でもそれにしてはちょっと傾向がこう如実にそっちに寄ってるっていう、うん、ことがあるんで、うん、ただ俺らとしても今年めっちゃ実績作りたい、うん、そういうの作りたい、受からせる自信あるし、うん、だから行きたいっていう子は迷わずノックしてほしい、うんうん、一度体験に来てくれたら、そうですね、うん、一回受けてもらってね、はい、っていうことでわかりました、それではこの動画はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。